その化石がいっぱい見つかってて、今論文、棚倉断層っていう大きな断層活動によって日立市のこの辺、日立湖西層が現在地にやってきたと言われています。これもそうです。これ丸い、これも海の死骸だと思われますね。そこだからなんとかだか今日の分が見えるね。あの風神山の北側から真弓山池側まで、この粘板岩と石灰岩の地層になっています。あの海ウリとか、あとフズリナ、サンゴ、サンゴの化石などはあの上根公園の近くの方に行くと見られます。上根公園の山とか5億年です。でこんな身近なところにもこんな素晴らしいものが見られるということで、私たちはまさに地方の魅力を地元で発見してほしいと。毎回そういうあの興味深い説明があるので、楽しく参加させていただいています。